はい、皆さんこんにちは、伝説の T です。さあ、久々の声出し配信ですね。インフルで体調が悪くて声が出せなかったから声出し配信ということで、なんと今回はあの旦那様とランクマに行ってきたので、その動画になります。それにプラスアルファでね、そう、自分の YouTube の動画はほとんどバルクの動画しかないですが、僕はね、バルク、じゃあ、あれだ、本職は機械技師ですから、そう、機械技師の実践動画、初めてじゃないですか、YouTube で。ということで、やっていきます。さあ、楽しみですね。なかなか、初めてのサバイバーの動画だね、多分。さあ、やっていくぞ。すごいですね、旦那様と楽しい。自分ね、なんだろう、第五人格始めた時からずっと旦那様の動画は見てるんで、見ててファンなんでね、一緒にできるっていうのは嬉しいですね。さあ、やっていくぞ。構成は調香師、オフェンス技師、呪術師。いいね、いいですね。頼もしい、頼もしいよ。呪術師とオフェンスがいるっていうのは頼もしいですね。さあ、やっていこう。皆さん、こんにちは。マップは、神に選ばれし、伝説の技師。マップは、赤の教会でやっていきます。はい、怒られちゃった。まずは、じゃあ最初は、ここロボット出して、隠密しましょう。機械技師で大事なのは、隠密すること。最初はね、本体で解読しちゃダメですからね。さあ、ロボットで解読していきましょう。さあさあ、機械技師講座の実践編みたいになりますね。だいぶ経ちましたけどね、機械技師講座からね。さあ、ロボットで解読。最初はもうロボットで解読していきますよ。さあ、隠密。大事なのは、本体がバレないこと。さあ、解読。そう、あとね、あんまり YouTube に機械技師の動画上げてる人ってあんまりいないんですよね。まあ、なんて言ったって地味ですからね、絵がね。さあ、でここで味方が追われてるのが分かったんで、本体でも解読していきましょうか。で、あとロボットとの同時解読。何度も言いますけど、一番大事なのは本体の安全ですね。技師ちゃんはチェイス能力低いから。おっと、ここで旦那様、ナイスタックル、ナイス、かっけえ、ナイスタックル。いやー、いいですね。さあ、俺はね、ひたすら解読ですね。機械技師の役目はひたすら解読。さあ、1個終わりました。やってますね、チェイスしてますね。頑張れ、呪術師の方。さあ、本当に技師はね、解読がめちゃくちゃ早いですから、もう1個終わってね、2個目に取り掛かります。で、2個目は本体のとこに向かわせて2人でやっていきましょう。さあ、あとは、しっかり同時解読を進めていくよと。で、あと味方がどこ解読してるかとか、味方がどういう動きしてるかとかいうのもちゃんとね、頭の中で把握しながら、あとはそうね、うん、しっかり同時解読でね。で、これ旦那様が一発やられるのと、うん、ナイス、時間稼ぎですね。素晴らしい。で、多分そろそろここで一回補助に行きます、救助のね。あ、やっぱり旦那様が追われてるんで、ちょっとここは自分が救助に行きます。ちゃんとね、チャットで解読中止って言ってね、味方にも分かるようにしながら、ロボットで解読しつつ救助に向かう。これが強いんですよね、技師は。さあ、ロボットで解読しながら救助に行きましょう。さあ、旦那様、救助俺に任せて。おー、ラッキー、これはラッキーだ。一発当たるけど、OK、救助。で、あとしっかり2壁ね。さあ、後ろ見ながら。さあ、ここは行こう。ここは上がって。OK、一発いいね。で、ここも絶対行かせない。びっくり。もう俺の時間だから、こんな時間は。行かせない。あ、OK、よし、いいぞ、時間稼いだね。時間稼いだぞ。技師さんの乗り越え遅いのでね。これ、ハンターイライラするな、絶対。
あ、ここで俺を釣るかいいですね。これはトンネル回成功。これは素晴らしいムーブだ。で、旦那様が1個上げてくれたね。で、ロボットでもう1個上がるんで解読が間に合いそうですね。ただここで旦那様が割れてるね。オッケーオッケー。じゃあここロボットで自分で救助いきましょうか。うん、自分で行っちゃいましょう。旦那様が割れてるんで。さあチェイスしてますね。やってる。オッケー、やられるけどナイスチェイス。さあ自分で救助いきましょう。で、先に行くでね、もう仲直りできましたね。オッケー、最後仲直りの準備だけしておきましょう。さあ来るぞ来るぞ来るぞ。さあ仲直り来るかな。あ、オッケー、来ましたね。さあ、あと逃げるだけ。お、旦那様いる。おっと、これ、おー、ナイスタックル。うー、かっこいい。ナイス。見た、今の、ナイスやね。さあ、旦那様やられる。ちょっと、これにロボあるんで、あ、真横だね、ロボ。これは捨てかな、ロボット。うん。まっすぐ向かいましょうか。ゲートにね。で、相手、推進機多分来るけど、さすがに間に合わないでしょ。さあみんなお待たせ来たよ。イエイイエイ、お待たせみんな。よし、オッケー、いいね、いいね、ナイス GG。 よし、旦那様さんありがとな。ということで、ありがとうございました。お疲れ様です。ということで、こんな感じでサバイバー動画終わりになります。いかがだったでしょうか。ではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。